行かなきゃ始まらないでしょ。入れなきゃ始まらない。見てても始まらないじゃないですか。尾形昇さん、74歳。福岡市中央区で飲食店を営んでいます。店の一番人気は生姜焼き定食。ご飯に味噌汁、コーヒーがついて850円。ご飯のおかわりは3杯まで無料です。美味しいもの食べたじゃないですか。で、腹いっぱい食べたじゃないですか。と僕は思うんですけど、そのために僕は作ってます。食材が値上がりし続ける中、安く提供するために店の電話や携帯電話を解約するなどして切り詰め営業しています。物価が上がってもいい、給料もそれに比例してあげなければ食べれないじゃないですか。たった一票投じるのは普通の生活ができるようにしてくださいと。